横田さん、どうしたんです？妻が産気づいたんで、病院に。これ頼む。ああ、そういうことなら電話ででも。いやいや、カメラを撮りに来たんだよ。あったあった。これで生まれてくる子供の写真を撮るぞ。頑張って、サキエさん。ほら、もう少しですよ。はい、元気な女の子ですよ。ありがとうございます。私、横田茂と咲江の間に生まれた女の子。私はその子に恵みと名付けました。その時、私たちが望んだことはほんの些細なことでした。人並みの幸せ。しかし、めぐみ、ほら、こっち見て。よし、撮るぞ。あなた、もういいんじゃないですか？ん？そうか？そうだな。じゃあ、私と一緒に撮ってくれないか？え？さ、早く。はいはい、わかりましたよ。めぐみは私たちの愛情を受けてすくすく育っていきました。やがて双子の弟の拓也と哲也が生まれました。家族5人の小さいながらも幸せな日々。それは私たちの願い通りのものでした。しかし、すでに運命の輪は動き出していたのです。私たち一家は、私の仕事の関係で新潟県は新潟市水道町に引っ越しました。行ってきます。走ったら転ぶわよ。車にも気をつけなさい。オッケーオッケー。元気だね、子供は。あら、めぐみちゃんは？私はこたつで丸くなる。ふう。まったく。ねえ、お母さんの小さい時のお正月はどんなだったの？そうね、京都だったからね。近所の子たちはみんな晴れ着を着せてもらっていたわね。え、着物なんて着てたの？ええ、毎年いろいろ染めてもらって、みんなで羽子板持ってぽっくり履いて。ぽっくりって何？ぽっくりっていうのは、舞妓さんが履くような高い下駄かな。いいな、いいな。そうね、お正月だし、お母さんの本身の赤い着物があるから着てみる？うん、着てみる、着てみる。それじゃ、髪をくくろうか。京都ではね、ちょっとだけ口紅つけてもらって、おしゃれさせてくれたな。あら？かっこよくなるね。すごくお姉さんになっちゃった。私ってこんなに素敵だったんだ。あらまあ、厚かましい。はい、チーズ。めぐみちゃん、着物の時は足を内側に向けて立つものよ。あ、そうなんだ。そうそう、ぎゅっと。その年の春、めぐみは寄居中学に進学しました。今日撮るの？でもまだ風疹の跡が顔にポツポツ残ってるし、お風呂にも入れなかったから髪もベタベタでやだよ。でもほら、めぐみは入学式を風疹で欠席しただろ？始業式までに記念写真を撮っておこうよ。今日撮っておかないと、より中学の綺麗な桜が散っちゃうよ。今すごく綺麗で満開なんだから。
でも移されたくない。お父さん今日しか休みがないんだからな。めぐみ行こうよ。一週間も経ったら桜も散ってもう綺麗な写真も撮れないわよ。めぐみちゃん、チャンスっていうのがあるんだから。でもお父さんまたあっち向いてとかこっち向いてとか言うでしょ。恥ずかしいからやっぱり嫌だよ。大丈夫だよ、今日は日曜日だし。今なら誰も通ってないからいいじゃない。おーい、行こうよ。めぐみめぐみ。じゃあまあ行くか。行ってきます。靴もカバンもみんな新品だからね。うん、ちょっとめぐみ、玄関前でも一枚。ちょっとこっち向いて。そうそう、そんな感じ。なかなか似合うじゃないめぐみちゃん。そうかな、色がちょっと変じゃない。もうちょっと素敵な色だったらいいのにな、なんてね。そう、十分可愛いわよ。今度の学校は給食がないんだよ、お弁当なんだ。なんで？それはなぜかというと、それは母親の愛情をかけるためだそうだよ。学校の方針なんだね。へえ。あ、きれい。めぐみ。めぐみはバドミントン部に入り、友達にも恵まれ、楽しい学園生活を送っていました。お父さん。ん？はい、お父さん、お誕生日おめでとう。わー、なになに、なおめでとう。これからはおしゃれに気をつけてね、お父さん。ありがとう。そして次の日。おはよう、お父さん。うん、おはよう。ヨコ、おはよう。あ、ツボが来た。お母さん、行ってきます。お父さん、行ってくるね。うん、ああ。あ、めぐみちゃん。うん、今は暖かいけど夕方は寒いわよきっと。コート持ってったら。あ、どうしよっかな。あ、今日はいいわ、置いてく。じゃあ行ってくるね。はい、行ってらっしゃい。気をつけてな。ごめんね、待たせちゃって。それが私たちが娘を、めぐみを見た最後だったのです。バドミントンの練習やってたんだ。ここまで来たんだから。バドミントン部じゃない。めぐみちゃん。ちょっと。ちょうどよかった。すみません、体育館でバドミントンをしていた生徒たちは帰りましたか？ああ、もうとっくに帰りましたよ。え？ああ、6時過ぎにくらいだったかな。めぐみちゃん、どこ？めぐみちゃん、お母さん、怖
すぐに帰ってきて。めぐみちゃんがまだ戻ってこないの。それはおかしいな。わかった、すぐ帰る。お父さん、まだ帰ってないのか。よし、じゃあそのあたりを探してくる。めぐみ、めぐみ、めぐみ、めぐみ。その日、13年前に私の願ったほんの小さな望み、家族みんなで幸せに暮らすという夢は砕け散ったのです。そしてめぐみは北朝鮮の工作船に乗せられ拉致されていたのです。何がいけなかったのかしら。厳しくしつけすぎたかしら。それとも親として頼りなかったから家出を。いや、それはない。めぐみが家出なんかするはずは。誘拐か、それとも交通事故で。とにかく戻るに戻れないんだ。じゃあ、あの子は生きているのかしら。大丈夫だよ、きっと。めぐみは、めぐみは。どこ、ここはどこ。私どうなったの。なんだ、私夢かなんか見てたんだ。よかった。その日から私たちの時間は止まってしまったのです。それが再び動き出したのは、大韓航空機爆破事件の容疑者キム・ヒョンヒの証言で、リ・ウネという日本人女性が関わっていることが明らかになり、北朝鮮が日本人を拉致している事実が判明したのです。はい、横田です。めぐみが、めぐみが北朝鮮で生きている。めぐみの他にも北朝鮮に拉致されている人たちがいることを知りました。そして私たちは拉致された人たちを救い出すための活動を始めたのです。でもその道は辛く厳しいものでした。私たちは今から20年前に北朝鮮に拉致された横田めぐみの親です。私たちは北朝鮮に住む一般市民の人たちを憎んだり恨んだりしているわけではありません。ただ親として今も北朝鮮に囚われの身となっている娘を助け出したいだけなのです。
お願いします。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 政府の中にもたった10人余りの失踪者のせいで日本と北朝鮮が友好関係を築けなくなっていいのかという声があり、私たちの必死の活動も虚しく、国は動いてくれませんでした。そしてそのまま5年の月日が流れてしまったのです。しかし その日訪朝した小泉首相との第1回日朝首脳会談において、北朝鮮のキム・ジョンイル国防委員長は長年否定していた日本人拉致を初めて認めて謝罪したのです。がその内容は5人生存、8人死亡、2人は北朝鮮に入っていないというものでした。めぐみが死亡？めぐみが？あなた。私は信じない。これは北朝鮮が言っているだけだ。事実じゃない。私は信じない。めぐみは、私たちのめぐみは生きている。そして同時に思いがけない情報が私たちにもたらされたのです。めぐみに娘がいるという事実が。一度でもいいから会いたいね。もちろん私も会いたいです。でも。そうだよ、もし会いに行ったらめぐみちゃんのお墓に連れて行かれて、めぐみちゃんが亡くなったことを認めさせられてしまう。そうなったら金輪際めぐみちゃんに会えなくなる。助けることができなくなるんだ。そうだね、会いたいけどやっぱりヘギョンちゃんとめぐみが一緒に帰ってこないとね。今は会いに行かない方がいいね。しかし私たちのもとに北朝鮮からショッキングなものが届けられたのです。私たちだけ早めに来てほしいって何の話だろうね。そうね、何の話かしら。めぐみさんの遺骨として北朝鮮から提出されたものです。これがめぐみの遺骨？こんなもの、私たちはめぐみちゃんのものだと思っていません。絶対違います。ちゃんと鑑定をお願いします。わかりました。ところでこういうものも預かってきているのです。これはめぐみちゃん。めぐみちゃん、こんなところにいたのね。まだ助けてあげられなくてごめんね。探してあげられなくてごめんなさいね、めぐみちゃん。その後鑑定の結果、めぐみの遺骨として北朝鮮から提出された骨の一部からめぐみのものとは異なる DNA が検出されました。門だけ残っているのね。懐かしいけど寂しいね、お父さん。めぐみ、じゃあ行ってくるね。はい、行ってらっしゃい。気をつけてな。はい。今見ても新潟の海は怖いわ。そうだね。
必ずめぐみちゃんを助け出しましょうね。そうだね。でも私たちだけでできることには限界がある。もっともっとたくさんの人たちの手を借りないと。私は横田めぐみの母です。あの国のことですから、何か一生懸命に仕事をさせられてるものは簡単に出せないということだろうと私は思っております。絶対にこの何もない、いつ死んだかどうかもわからないようなこと、信じることはできません。そしてこれまで長い間放置されてきた日本の若者たちのことを、本当に真心を持って報道してください。日本の国のために犠牲になって苦しみ、また亡くなったかもしれない彼らの心の内を思ってください。私たちが一生懸命力を合わせて戦ってきたこのことが、政治の中の大変な問題であることを暴露しました。このことは日本にとっても、北朝鮮にとっても大事なことです。そのことのためにめぐみは犠牲になり、また使命を果たしたのではないかと私は信じています。いずれ人は皆死んでいきます。本当に濃厚な足跡を残していったのではないかと私はそう思うことで、これからも頑張って皆様と共に戦ってまいります。めぐみのことを愛してくださって、いつもいつも取材してくださった皆様に、また祈ってくださった皆様に心から感謝いたします。まだ生きていることを信じ続けて戦ってまいります。ありがとうございます。めぐみ speak to me and say that you will soon be by my side. Return to me, make me across the waves of the sea. Send me が帰ってきたら、今の新しい日本を見せてあげたい。私は広い草原に二人で寝転んで空を見つめていたい。どうか皆さん、もう二度と起きてはならない拉致という自由を奪う行為を忘れないでください。現在日本政府は北朝鮮に拉致された被害者として17名を認定しているが、そのうち帰国できたのはわずか5名。日本政府は残された12名の他にも、さらに北朝鮮による拉致の可能性が排除できない人がいるとみて調査、捜査を続けている。拉致問題は日本人の生命や安全を脅かす重大な人権問題であり、日本政府は拉致問題対策本部を中心として北朝鮮に対し、すべての拉致被害者を一刻も早く帰国させるように強く求めている。